ちは。こんにちは。さあ豊さん、はいはい、もうすぐ2月1日、はい、また始まるな、いよいよな、いよいよプロ野球キャンプ始まりますし、あとインターネットとかで見ていると、キャンプに合わせた各旅行会社がツアーを組んでいたりとか、例えば沖縄、宮崎それぞれでこの日はこことここを回って、うん、で観光して、翌日はこことこの球団回るとかバスツアーをしていたりとか、ね、すごい人気ですよ。一つの観光にこう付随した、はい、まあ、キャンプになってきてるけどね、まあ、付随したって言ったらおかしいかもな、うん、ただね、そのやっぱり住んでらっしゃる人たちもやっぱり選手が来るのを見たいし、あと各お店も選手とかファンが来てくれればそこでね売ろうじゃないですか。まあ、まあ確かにね、はい、まあ、一つの商売みたいになってるけどね。ですよね、うん、まあでもいろいろ難しい言葉を使うと、はい、編集で間違った字を使うんで、うん今間違い探しを探せみたいな、なんかそういうコメントが多いかな。あの菅田将暉さん の、ま、あの間違い探しじゃないですけど、曲がね、あのタイトルじゃないですけど、ウォーリーを探せじゃないけどさ、はい、だからそういう風になってるから今このもうわざと間違えるからで間違い探しをしてもらうからやって見事当たった方に。だから難しいよ今日のテーマは。多分キャンプ地の12球団の、はい、うんうんうん、俺がこういろいろ取材を行って、はい、なんか非常に球場含めて、うん、なんかスムーズで、うん、そのベスト3というか、はい、その街も合わせたね、はい、ベスト3をちょっと決めていきたいと思うんで、沖縄の字が出てくるから、うん、結構間違えてるかもわかんないし、その間違いに気がつかない可能性もある、ね、そうですね。どんな趣旨の動画になっちゃってるんですかこれ。あの屋敷の最初1本目のさ、はい、蒸気機関車は笑ったな。ちょっと蒸気あの上にコンベンのシルズでしょ、うん、そう蒸気機関車、蒸気機関車新しいなみたいな。そうですよね、どんな機関車なんだろうみたいなね。 あとあの某国産車が某国際車っていうね、国際車もうもはや国産じゃないじゃんみたいな、そうそう、うん、外車になってる。いやだからまあ間違いさらしよね、もしあったら楽しんでください。はい、そっちも合わせて、はい、じゃあまず、はい、どっちから行きますか。宮崎からなのか、まあ、沖縄それぞれ、まあ、宮崎から行こうかね。宮崎から行きますか、はいはいはい、まあ、宮崎は、はい、まあ、毎年4チームがそうだね、はい、キャンプしてます。広島、うん、日南ですね、はい、西武も日南、はい、で、ヤクルト、あ、そうですね、この2つ、あとソフトバンク、まあね、うん、カープとライオンズは遠い、はい、遠いですね、ほんと遠いよ。あの1球団しか回れないですよね大体ね、うん、まあでも広島と西武は割と近くにあるんで、あ、まあ、行こうと思ったら2球団回れるけど、うんうん、ただその車で行った場合にさ、はい、一本道なんだよね。いや、あの海岸通り、海岸沿いですよね。そうそうそう、うんうん、だから抜きもできない、うん、渋滞したら止まったまんまみたいな。だから行くんだったら土日は避けた方がいいかもね、道のことを考えると。そうですね、うん、県外から来られる方たちは途中からぐっとあの渋滞で止まりません、止まる、近づくにつれて球場に。だから広島ってさ、球場自体は回りやすいんだよね、いろいろコンパクトになってるから、はい、ただ西武だよ、何個階段めちゃくちゃ多い多いですね、ああいうから。そうだ、ピッチャー陣と野手陣で、あ、そうですね、高低差が 100m ぐらいあるんじゃないかな。そうありますか。いや、あるよ、メイン球場があって、はい、下の方にピッチャーのブルペンがあったり、うん、ピッチャーがノックを受けたりする場所があって、はい、その途中に雨天練習場があって、はい、その上にメイン球場がある。あ、そうだ、分かれてるから。だからはぁはぁ言うよ、あれ大変ですよね。だって俺はもう階段登ってたらファンの方に、はい、豊さん頑張ってくださいみたいな逆に聞いたの、階段登るより頑張ってくださいだそのぐらいファンの方は分かってらっしゃる。いや、分かってるから。辻監督も大変でしょうね。いや、辻監督は毎日走ってるとか言ってたじゃん、体力鍛えてる、だからこのためかもかな。そうだ、そうですね。だって西武球場も勝ったら階段登っていかなきゃ試合終わったら、あの階段きつくないですか。きつい。そうですよね。だから西武って言ったらイコール階段みたいな。いや、そうですよ、うん、なんかやっぱでもここで鍛えられてるのかもしれない選手の皆さん。そうだね、はい、まあ、うんうん、近くにある広島はコンパクトで、
なんか出店もバーンと出てて、すごくあの地のものが食えたりだとか、はい、いろいろあの環境は悪くないけどね。ファンの方が来ても楽しめるような感じになってるんですか？楽しむほど、うん、あれかもわかんない。楽しむほど別にそんな出てるわけではない。で、うん、まあそりゃ出てるって言ったらソフトバンクだよ。出店がダーッと並んでるから、すっごいお祭りだから、毎日お祭り。いやすごいですね。いやそれで足湯とかもあるんだよ。足湯？足湯があるんだよ。もう俺がし、俺の知り合いがやってるの。あ、そうなんですね。足湯じゃあ来て入っていけるんですね、それは。いやそうそうそう、入っていける。アミューズメントパークみたいじゃないですか。いやそうそうそう、もう毎日がお祭りみたいな感じで飽きない。あ、だから飽きないと思う、ソフトバンク。うん、おでファンも近いしさ、はい、いろんな選手が見れるし、はい、でその雨天練習場とか行くときに選手も平気で歩いていくしね、うん、あ、じゃあそこでちょっとファンの方の間近で見られるっていう。そうそうそう。ただまあ、ロープは張ってあるけど、あ、入れないように、うんうん、だからソフトバンクのその環境って素晴らしくいいよね。そうですね、うん、いいな。もし回られるんだったら、まあ、ソフトバンクも一日楽しんでみて、で例えば翌日にちょっと日南の方に足を伸ばしてっていう形でしょうね。まあ、そうだね。でジャイアンツがやってるサンマリン、はい、ここもいいんだけど、うん、いいですよね。雨天練習場とかが遠いんだよね。ああ、どのくらい？いや選手はワゴンかなんかでバーンと連れてってもらうけど、はい、我々は歩きなんだ。はい、歩くとちょっと結構1キロぐらい。いやそんなこまではないと思うけど、ね、ただあの階段はないから、はい、まだ助かるけどね平坦だから平坦だから助かるけど、ね、やっぱそうですよね、うん、そうだな。環境がいいのは宮崎ではソフトバンクかな。そうでしょうね、宮崎市だし。あのでも宮崎はやっぱり鳥だよね。地鶏、地鶏うまいね。まあ、真っ黒にね、あれで炭火の美味しいですよね。絶対食べます。行ったら大体食べる。やっぱり、うん、あとチキン南蛮。チキン南蛮も嫌いじゃないけど、うん、やっぱその鶏をおかわりする、ね、うん、あ、鶏自体がね一個一個がちっちゃいので、うん、そうそうそう、すぐ食べられちゃうんですよね。でも量にしたらたくさんある。あ、結構このぐらいで持ってきますもん、ね、うん、でもそれはやっぱり行ったらぜひ食べたい。でね、飲み行ったらね、はい、女の子たちがフレンドリー。あ、宮崎ですか？めちゃくちゃフレンドリーだねえ、どんなこと豊かさんみたいな感じで。まあ、そんな感じでやってんじゃない。やって、宮崎とか沖縄で、ね、なんで季節労働者みたいな。出稼ぎ、出稼ぎ。いや、結構いるよ、沖縄では。キャンプ地の時だけ。東京からとか？東京からとか。え、そんなあるんですか？あれ、あったことない。ないわ、ないですよ。なんかじゃあ夜のちょっと楽しみたいという男性の方だったりとかは、なんかそういうのもスナックとかね、そういうお店も行ったりするのもいいかもしれないですね。選手とかバッティングするかもしれない。まあだからなんかウェルカムだよね、みんな。あ、いいですね、うんうんうん、まあ宮崎も、はい、まあただ沖縄と比べるとさ、やっぱ気温が低いから、うん、それは取材が大変だよ。ちょっと寒いですかね、気温が下がるとね。まあオリックスもあるよね、はい、オリックスも宮崎だから、はい。あ、そうです、オリックスも宮崎市です。あのオリックスはあの清武、はい、清武です。あ、まあ、ね、環境が変わったよね。ものすごく綺麗になってさ。あ、そうなんですね、うん、施設も充実してる。あ、じゃあ選手ファーストというか選手たちは使いやすいでしょうね、うん、そう。ただそのちょっと山の上にあるから、うん、やっぱ気温が若干低いよね、はい、だから2月だと今まだ寒いんで、寒いね、ちょっと着込んだり調節しやすい、うん、形で行かない。そうだね、うん、まあ、ぜひ地鶏を食べるとね、いいと思います。いいですね、いいですね、はい、沖縄、沖縄、沖縄多いですからね。沖縄多い。ただね、はい、島はやっぱ大変、うん、そうですね、久米島とか。久米島すごくね、うん、俺観光で行ったらいいとこだと思うんだよ、はい。でも、うん、やっぱキャンプやってるとさ、うん、なんか悶々としてくるんだよ、うん、まあ例えば、うん、ご飯美味しいの食べたいとか、はい、ちょっといっぱい飲みたいとか、うんうんうん、ない、あんまり。そうです、まあ、ないことはないだろうけど、一箇所くらいしか。私も久米島行ったことあるんですけど、うん、食堂ってね、本当一箇所くらいで。そうだよ、そうなんです。で、島も車で本当すぐ一周回れちゃうような感じなので。そうだよね、
そうなんです、ね、エビの養殖かなんかしてるんだよね。あ、久米島。久米島。うん、あ、じゃあぜひ皆さんなんかね、食べてほしいですし、まあ、食べてほしいけど、うん、だから、まあ、歴代の監督に今日泊まらないのかって言ったら、うん、行かれるんだよね。泊まるのかみたいな、いえ、本当に泊まります。いや、久米島が悪いって言ってたら、そう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 、そうじゃなくて、はい、やっぱり、うん、次の日起きてまた移動するよりは、はい、もうその日に帰っておいた方が、あ、ね、本当で確かに、ね、いいですよ、回れる、回りやすい、ね、動きやすいっていう意味でも、はい、はい、で、島といえば石垣、石垣、はい、ロッテですね、はい、はい、まあ、石垣は割と近いからね、うんうん、沖縄本島から、あ、飛行機で45分ぐらいだから近いですね、まあ、近い近い、うん、それで石垣牛がうまい、ね、美味しいですね石垣牛、はい、だからぜひ石垣牛のうまいところってあるでしょ、はい、あ、おときちさんっていう、はい、おときちさん、おときちさん、ね、焼肉みたいなものなんで、おときちさん、うん、ぜひね、石垣牛のところで、あ、食べてください、おときちさん、はい、石垣牛も食べる、ね、いや、いいですね、ステーキもね、うん、ね、はい、はい、さあ、そして、はい、あとは大体、まあ、皆さん本島なんですけど、まあ、新しくなったのは、うん、あの名護、あ、今まで、ね、そのアリゾナ行って、はい、まあ、球場を作り直したからね、あ、そのためにそのためにです、ね、まあ、そのためだけかも、だけじゃないかもわかんないけど、はい、でも、ナウは新しくなったというね、はい、朝日食堂、朝日食堂、これはうまい、え、そうなん、俺も日本ハム時代行ったことあるんだけど、何が食べられますか、コリコリ、もう大体ね、キャンプ行ってね、うん、魚食ってるやつはね、多分そんなにいないよ。まあ、それはもちろん寿司とか、はい、肉飽きて寿司とか、はい、でも寿司が飽きたから肉っていうよりも、うん、肉が飽きたから寿司っていう感じ、まあ、そういう感じじゃない、みんな、まあ、沖縄自体がやっぱ肉ですもん ね、 ね、魚よりかは、うんうんうん、で、セルラースタジアム、はい、立地条件いいよね、いや、いいですよ、空港から近いし、松山近いし、はい、まあ、松山っていうのは、うん、繁華街だよね、まあ、もうだから遊ぶところも食べるところも飲むところも何でも揃ってるっていう、で DNA、 はい、 DNA は宜野湾、宜野湾だとどのぐらいできる、中心地から松山まで2、30分あったら行くね、あ、レンタカーで回る人たちもね、たくさんいるので、ああ、そうそうそう、うん、いや、まあ、まあ便利なところにあるよ、そうですね、で宿舎が近いよね、なんですか、右バッターなんか宿舎に向かって打ってるみたいな、え、そんなに、まあ、届きはしない、届きはしないけど見えるんですね、そうそうそう、へえ、中日が、中日がチャタン、チャタンもいいですよね、チャタンね、うん、割とね、周りに食べるところがあるんだよ、うん、そうなんですよね、でね、外国チックみたいな、そ、あ、あそこショッピングモールとかあるんですよね、あ、そう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 、いや、だから割といいんだけどね、はい、私好きですね、チャタン、で、阪神、阪神、ギノザ、ギノザ、何にもないない、回るない、だってこう高速から降りて、うん、なんか下に下っていったら、うん、あ、阪神の基地があるみたいな、そんな感じの、そんな感じのキャンプ地だよね、でも便利なところだよ、便利、高速から近いし、運転練習場ももう近いし、はい、環境はすごくいい、確かに周りはね、あ、それとこう入り組まったところにあるから、はい、風がそんなに吹かない、いいですね、だから宜野湾とかセルラーだとかチャタンとか海沿いにあるから、はい、風がやっぱきつい時は厳しいんだよね、やってる選手たちもちょっと肌寒く感じたりとか、そうだね、ただ阪神って12球団1厳しくないですか、そのキャンプ、ああ、下に降りれないんだよ、報道官って、そう、OB を降りれるんだけどさ、行けるんですね、行ける、行ける、あの取材とか行けないんですよ、行けない、一切取材できないんで、あ、まあ下狭いからね、また下に降ろすと、あの選手たちが両方で着替えてるのね、あ、へえ、もうベンチ裏に入ったらもうすぐロッカーみたいな感じになってるわけ、あ、そうなんですね、うん、だからやっぱ規制が厳しいんだと思うんだけど、だファンの方も近、あんまりそのね、あの、うん、近くで見ることがなかなかできないっていう、ただピッチャーはちょっと離れてるところにあるんで、うん、ピッチャーのところは見放題だ、あ、ランニングしてるところ、逆にそうなんですね、ピッチャー、あ、じゃあピッチャーの方を見に行くにはいいですね、で、浦添、浦添、ヤクルト、ヤクルト一番中心地に近いくないですか、そんなことないですか、ただね、出店が少ないの、はい、お祭りじゃん、お祭りじゃないんだけど、いや、まあ、ソフトバンク見ちゃうとさ、
すごいなと思うよ、やっぱもう、何食べようかって迷うぐらいあるからね。だってもう河川行きたくなってきちゃいました、そう。まあ、裏瀬、まあまあまあ、何も。まあ、ただね、環境はいい。やっぱり、ちょっと内側にあるから、うん、風、うん、そういうことも含めたら、すごくいい、環境はね、うん。で、土の状態もいいし。はい。で、沖縄行くと、はい、絶対行ってほしいのが、うん、まずタンヤっていうところ。タンヤ、はい、タンヤ、タ有名ですよね。これね、三浦大輔も好きで、はい、あ、もうしょっちゅうあった、うん、しょっちゅうあったりとかしてたんだけど、はい、このタンヤはね、まあ牛タン、もちろんタンヤだから、うん、牛タンなんだけど、美味しい、美味しい、私も食べました。美味しいよな、めちゃくちゃ美味しいですな、うん、で、ニンニクのこうはい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 、焼いてるやつ、串刺しのやつね、はい、選手たちもタンヤ、あのヤクルトの選手とかもタンヤ多いですよ。横浜なんかは投資会やるからね、そこで。あ、そうなんですか、キャンプ中。キャンプ中。あ、じゃあもしかして会えたりもするんですか。いやいや、それも貸し切りでやるでしょ。あ、じゃあ、うん、そうか。でも単体で来てる選手には会える、ね、会えるかもしれないですね。あとサンっていうしゃぶしゃぶ屋さん、どの辺にあるんですか、これ。松山で。あ、これも松山、へえ。これはね、うん、沖縄もずくを入れてしゃぶしゃぶして、はい、野菜とかと一緒にこう食べる。もずく、それとシークワーサーポン酢っていうのがあって、はい、それにつけて食べるんだけど、美味しそう。これはうまい、これはうまい。これここ行かないと食べられないような名物のじゃないですか、もしかしたら。あ、しゃぶしゃぶはね、そうですよね、タレとかお肉ももちろん美味しいってことですよね、うん、それがサンですね、サン、サンっていうね、はい、これね、多分字間違えると思う。え、難しい3だから、あの漢数字の昔の方の3ってことですか。こんなもずくみたいになってる3。そんな大体文字がもずくじゃないですか、全部みんな。で、女トンっていう、女損じゃないよ、女トンっていう、これは松山、これはね、松山がちょっと外れるんだけど、はい、ここ何屋さん、これはね、鍋屋さんっていうのかな、はい、しゃぶしゃぶに近いんだけど、はい、これがスープと一緒に取って食べると、うん、ちょっとピリ辛なんだけど、はい、いくらでも入るって、それとお肉が上質、おいしい、これはうまい。ちょっとお金は張るけどね。あ、女とは、うん、はい、あ、いやでもおいしいものが食べられる。でもこれは阪神の福留とか、はいはいはい、そういう選手が行ってる。本当は女村にあったんだけど、はい、そこを畳んで、うん、あの松山の近くに来た、それで女トンにして豚を扱ってる、はいはい、だからこの3店舗、はい、ね、機会があったらぜひ行ってほしい。そうですね、はい、まあ、各地もあるけどね、まあ、いろいろ ね、はい、そこら辺は今ネットでも、ね、載っているので調べつつ、ね、はい、今言った例えばタンヤさん、はい、それから女トンであったり、あと朝日だったりとか、ね、おとくちであったり、はい、おひつさんね、うん、ちょっと皆さん、ね、キャンプ回ってお腹が空いたら夜食べて元気つけて、ね、はい、まあそんなに高いお店じゃない、女トンは高い、女トンは高い、高いけど他はそうだよ、リーズナブルということなので、ね、はい、それでキャンプ地ベスト3、うん、あ、そうですね、いろいろ発表するけども、はい、やっぱりまずソフトバンクだね、第3位難しいな、難しいな、難しい、あ、3位だと巨人かな、うん、あ、3位巨人、うん、え、それ宮崎の方ですか、それとも後半の沖縄の方ですか、足して3位はやっぱ環境的に恵まれてるのは巨人、はい、うん、2位が気温とかも入れるとやっぱ宮崎ってちょっと厳しい、やっぱ沖縄の暖かさを感じると、うん、やっぱ沖縄の方がいいなと思う、はい、ね、うん、でも2位はソフトバンク、これは施設の充実と出店の充実、うん、これはね、一大観光だよ、行きたい、で、疲れたら足がある、うん、ね、はい、で、1位はどこ、じゃあどこ、え、どこだ、宜野湾かな、ベイサーズ、え、それはなぜ、まあ、よく知ってるからね、そりゃそう、まあそりゃそうですけど、ね、OB だし、まあ、雨天練習場があんまり良くないんだけどさ、はい、選手と触れ合えるっていうのは、うん、俺横浜が一番触れ合えるんじゃないかなと思って、ね、あ、車使わないんだよ、移動に歩いて、皆さん、うん、歩いて大体 200-300 メートルを歩くと、はい、
でもそこら辺で選手と触れ合えるという、ま、待ってればそうですよ、動線引いてないから。あ、そうなんですか。だから歩きながらサインしてくれるとか。あ、そういうチャンスがあるのがベイスターズが可能性として大きいですね、うん、だって動線がないんだ。動線道だから。だからわざわざロープ張ったら車が走れないの。あ、そういうんで張ってないんですね。そうそうそう。いや、だからそういう触れ合いを求めるんであれば、うんうん、触れ合えるのが旅館を一番触れ合えるかなっていう思うよね。まあ、ちゃんとね、したマナーを持って その触れ合いという意味 ですけれども、だってハイタッチして肩を痛めたっていう、昨年の夏だったとかあるでしょ。ありますから、うん、まあ、ハイタッチじゃないか、なんか引っ張られたっていうかね、かね、だからそういう、まあ、危険度も含めてるけど、うん、はい、より間近で見れると思う、うん、あのランニングしてる姿、ブルペンも近い、うん、そのブルペンの横にサブがあって、はい、それも近いという意味でも。うん、でホテルも近い。あ、でホテルから大体の車で移動しないからさ、大体徒歩で移動してるから、へえ、大体触れ合えるんだよ。あ、じゃあいいですね、はい、ベイスターズファンの人たちにとってみたら、うん、ね、うん、まあそういうことで、はい、まあ、3位巨人、2位ソフトバンク、はい、1位は DeNA と、はい、なんか順位予想みたいな。そうですね、なんかセパ合わせての順位予想みたいになっちゃいましたけれども、はい、まあね、まあ、キャンプを楽しんでほしいと思います ね。そうですね、こういった情報を参考にしてみなさい、はい、楽しんでください、はい。